おもチャンネルです。今回はこちらミッキーのプラレールを買ってきました。プラレールのディズニードリームレールウェイミッキーマスレスキュートレインを紹介します。はい、まずこちらの車両のお値段はヨドバシカメラさんで2330円でした。パッケージの前面はこんな感じで、上の部分には先頭車が顔を覗いていて、下にはミッキーがプリントされた可愛いデザインです。裏面はこんな感じでざっと説明書きが書いてあります。さあ、では早速開けてみていきましょう。この車両も昨日アップしたリラックマエクスプレスに負けず劣らずの可愛い車両だと思います。まずこちらは先頭車、そしてこれが中間車と後部車です。ではまず先頭車から見ていきましょう。お、これは絶対可愛いです。じゃーん。ではくるっと見ていきましょう。赤いボディにミッキーマウスレスキュー、レスキュートレインっていう文字が入ってて、可愛らしいデザインの車両ですね。反対側も同じような感じのデザインになってます。正面はこうですね。上から見るとこんな感じで、この車両は低速と高速の2段階変速になってますね。そこからはこうです。ではとりあえず電池を入れて動作確認しましょう。電池の入れ方はここをプラスドライバーでまず緩めます。緩めたらボディを外して、この車両は単三電池1本をマイナス方向進行方向にして装着、そしてボディを後ろの積みを引っ掛けてからかぶせてドライバーで元通り締めておきます。ギュッギュッと。はい、これで OK。 では動作確認していきましょう。まず低速、そして高速、バッチリですね。では続いては中間車見ていきましょう。あ、これも結構可愛らしいですね。ではくるっと見てみますね。中間車は消防車になっていて、横にはミッキーのシルエットが書いてあって、反対側にもミッキーのシルエットが書いてますね。上から見るとこんな感じで、下から見るとこうなってます。このはしごの側面にもさりげなくミッキーって書いてあります。で、中間車両のギミックはこのはしごが結構自在に動かすことができるようになってますね。ただ走行中はこのままだと危ないので、はしごはしっかり収納してこの形で走行させましょう。それではラスト後尾車見てみましょう。はい、ラストの後尾車がこんな感じですね。それではくるっと見ていきます。後尾車は救急車になっているので、それらしいデザインになってますね。こんな感じですね。サイドにはアンビランスの文字が入ってます。正面はこんな感じ。窓の部分がミッキーになっていて可愛いですね。上から見るとこうなっています。そこはこうですね。先頭車にも同じエンブレムがあったんですが、この M118 というのは、このレスキュートレインには1118リットルが入る大容量水槽タンクを搭載しているという意味があるみたいです。それでは3両揃ったので、最後に走行させて楽しみたいと思います。それでは出発。